舞目信号場は、愛知県岡崎市舞木町にある、名古屋鉄道名古屋本線の信号場である。副線の藤川駅名電山中駅間から、単線の舞木検査場への引っ込み線が、分岐しているため、上下線間の渡り線を有する。この引っ込み線へは、豊橋方面からしか出入りすることができないため、名古屋方面へ出入りする場合、 一度も途中駅まで行ってから折り返して運用に入る。他に乗務員用のホームが設置されていたが、現在は撤去されている。単純な分岐系の信号場であり、列車退避はできない。山中湖へと呼ばれる16.7パーミル連続勾配の途中をほぼ水平に鳴らして設置されたため、本線の藤川方は勾配が20パーミルに変更されたほか、 東信号場前後の信号機が増設及び、取り替えられた。日本鉄道旅行地図帳7号42ページ、川島慶造、東海道ライン全線、全駅、全配線第四管豊橋駅、名古屋エリア、PQ、高段車、2009年6月、ISBN978 から40億6270万146、田中義人、 毎目検査場の業務と設備。鉄道ピクトリアルナン、no. バー8162009年3月増刊号。ピアニッシモ66から67。電気車研究会2009年。ありがとうございます。